イプソスの戦いは、紀元前301年に、フルギア地方のイプソスで起こった海戦である。このディアドコイ戦争最大の海戦は、アンティゴノス一世によるアレクサンドロス帝国際統一を不可能とし、その分裂を決定づけた、アレクサンドロス三世の死後、有力な武将たちによる勢力争いが起こった。いわゆるディアドコイ戦争である。紀元前311年。 カッサンドロス・アンティゴノス一世、プトレマイオス・ルシマコスの四者で一旦は、講和が成立したが、紀元前308年頃までに、アレクサンドロスの決闘が、ほぼ断絶したことで、彼らが王を名乗るようになり、抗争は激化した。当時最有力だったのは、アンティゴノスであり、英華界の正界権も確保して、勢力を固めた。これに対しカンドロス、 プトレマイオス・リュシマコスたちはセレウコスを加え、反アンティゴノス同盟を結んだ。アンティゴノスはこれを粉砕するため、セレウコス・リュシマコス連合軍とイプソスの戦いに、臨んだ。時に、紀元前301年のことである、アンティゴノス軍は右翼に、アンティゴノスの子デメトリオス一世率いる、聖域兵部隊と軽装不評を廃止、アンティゴノス自身は中央に陣取った。一方、 セレウコス・リュシマコス連合軍は、全軍の前に、セレウコスがチャンドラグプタとの協定で、インド付近の領土との交換で手に入れた、多数の戦像を並べ、左翼に、セレウコスの子アンティオコス率いる、騎兵部隊が、中央にはセレウコス率いる、不評部隊が、右翼にはリュシマコス率いる、騎兵部隊が陣取った、デメトリオス率いる右翼の部隊が、アンティオコスの部隊に攻撃を開始し、 デメトリオスは大きく交代したアンティオコスを追撃した。その間にセレウコスリュシマコス連合軍中央と右翼はアンティゴノス軍本体に攻撃を加えるとともに、戦像部隊をデメトリオスの部隊とアンティゴノス軍本体の間に進出させた。やがて敵を深追いしすぎたことに、デメトリオスは気づき、 戦場に戻ろうとするも、敵の戦像によって、それを阻まれ、アンティゴノスの本体と合流することができず、アンティゴノスは、敵の投げやりを受けて戦死した。敗北を悟ったデメトリオスは、残余の兵を率いて退却した。こうして、ディアドコイ戦争最大の海戦は、セレウコスリュシマコス連合軍の勝利に終わった。紀元前3世紀のヘレニズム諸国、セレウコス朝、 アンティパトロスアサリュシマコスアサプトレマイオス朝サ戦いの勝者たちはアンティゴノスの所領を分割し合った。こうしてエジプトをプトレマイオス、トラキアとコアジアをリュシマコス、シリアとシリアイトをセレウコス、マケドニアをカッサンドロスが統治することになり、この4王国の分立によってアレクサンドロス帝国の分裂は決定づけられた。特にセレウコスは アンティゴノスの所領の多くを得ることに成功しもっとも勢力を伸ばすことになったが、これがプトレマイオスやリュシマコス等に警戒され、以降は彼らと対立するようになった。セレウコスはイプソスで敗れたデメトリオスと同盟することで、これに対抗することを選び、デメトリオスは息を吹き返した。マケドニアのアンティパトロス朝は、この数年後にはカッサンドロスの死によって大い継承争いが生じた。 その混乱に乗じて、デメトリオスがアンティパトロス朝を滅ぼして王位についたものの、彼はすぐに放逐され、以降短期政権が次々と起こっては消え、混乱が続いた。最終的には、デメトリオスの息子であるアンティゴノス二世が、紀元前276年にマケドニア王となり、長期王朝としてのアンティゴノス朝、マケドニアが成立した。すでにジュシマコスはセレウコスに敗れ、 彼の王国は崩壊していたため、これにより、アンティゴノスアサ、マケドニアセレウコスアサ、シリアプトレマイオスアサエジプトのヘレニズム3王国が、並び立つ状況が形成された。キングダムズ・オブ・ザ・サクセサース・オブ・アレクサンダー、アフター・ザ・バトル・オブ・イプソス、b c 3 0 1ワールド・デジタル・ライブラリー。2013年7月27日。閲覧、ありがとうございます。